くん、シノノンから聞いたよ。今ピクシーについて調査してるんだよね。ああ、それか。まあ細々とって感じだけどな。実はね、この件と関係してるかもしれないことがあったの。あ、この画像を見てくれる？これはアースナ、これをどこで？わからないの。差出人不明のメッセージに添付されてたんだよ。やっぱりそうか。これは俺やリーファと同じ状況だ。突然送りつけられてくる ALO のキャプチャー画像、そこには必ず小妖精のレリーフが映っているんだ。そうなんだ。ありがとう、アスナ。このレリーフのある場所では必ず小妖精に関連した装備品が手に入る。きっとこの場所にも何かあるはずだ。じゃあキリト君、今からここに行くんだね。私も付き合ってもいいかな？ああ、もちろんだ。あの写真だとこの辺だよね、きっと。そうだな。すぐに見つかるかと思ってたけど、なかなか大変そう。焦ることはないさ、じっくり探そう。うん、そうだね。最近何かと慌ただしく過ごしてるからな。こうしてアスナと二人きりでいられるのも少なく。俺は何を突然口走ってるんだ。アスナ、すまん、今のは忘れてくれ。これじゃまるでようやくアスナと二人きりになれたみたいな感じじゃないか。まったく、何言ってんだよ俺は。私は嬉しいよ、キリト君がそう思ってくれて。アスナ、キリト君。あ、どうしたの？アスナ、あれを見てみろ。え？あれは光るピクシー？ああ、俺にもそう見える。せっかくいい雰囲気だったのに邪魔されちゃったね。え？それは冗談は置いといて、早くあの光のピクシーを追いかけよう。離れていっちゃうよ。ああ、そうだな。よし、追いついたぞ。あ、キリト君見て、画像にあったレリーフがあるよ。本当だ。あなたたちは現実世界からやってきた人たちですね。喋った。あなたこそ
私たちをそう呼ぶってことは、もしかしてユイちゃんと同じナビゲーションピクシーなの？はい。いえ、むしろピクシーだった頃のデータのキャッシュ、幻影とでも言いましょうか。私はナビゲーションピクシーやプライベートピクシーについて理解してくれているプレイヤーの方々に私の話を聞いてほしかったのです。話？じゃあ画像を送りつけてきたのは君だったのか？はい。あなたたちに接触を図り、ここまでご足労をいただいてしまったこと、お詫びいたします。申し訳ありませんでした。いや、別にそれはいいんだが。ピクシーさん、どうしてそんなことを？あなたたちも知るように、今この世界にピクシーと呼ばれる存在はほとんどいません。世界の闇ってやつに滅ぼされたんだよな。はい。ですが、それはあくまで世界の住人としてのピクシーたちの状況設定です。本来ピクシーはレアな存在、それに説得力を持たせるためのエクスキューズと考えていただいて結構です。なるほど。世界の闇とはナビゲーションピクシーの廃止のこと。廃止？はい。この ALO というゲームもスタートした時期には当然初心者が多く存在しました。しかもスタート時は SAO も稼働していた頃、 ALO のイメージアップを図る意味もあり、ピクシーは数多く存在していたのです。それは初めてダイブしてきたプレイヤーたちにゲームの楽しさを教えるため？はい。ですがサービス実装からしばらく経過し、オンラインゲームとしての潜在ユーザーが無事に定着する頃、サービスは新たな時期を迎えました。そこでナビゲートするピクシーの存在が不要になったのです。なるほど。そういった運営の都合を世界観設定として世界の闇に滅ぼされたことにしたのか。はい。私はこの事実をはかなむつもりはありません。ただ消えゆくデータとしてそういう小妖精たちも存在していたことを知っていてほしかったのです。そうか。この話を聞いてもらえたプレイヤーにはせめてものお礼として小妖精に関連した装備品を授けています。今回も。え？このピクシークエストのラスボスって感じか？ピクシーさん、話は後から聞くね。今はこいつを倒すのが先決だから。はい。光のピクシーはこのボスの登場を想定してなかったみたいだな。そんな感じだったね。これまでのクエストはどうだった？そもそも対話できる NPC が登場しなかった。ただ例の装備品は全部ボステロックだった。そっか。Yeah!
瑠璃は禁物よ。倒した。うん、これで一安心だね。ああ、さて、これがあなたたちに差し上げようと思っていた最後の小妖精の秘宝です。ピクシーさん、今のモンスターはあなたが仕向けたものじゃないんだよね。はい、私の願いはあくまでレリーフを設け、ピクシーたちの軌跡をたどってもらうこと。これまで秘宝もレリーフの傍らに置いてきました。何？置いてきた？そんなことはなかったぞ。この装備、秘宝ってのは全部モンスターを倒して手に入れたんだ。どういうこと？ピクシーさんが置いた秘宝をモンスターが奪っていったってこと？申し訳ありません。その疑問に対する答えを私は用意していません。そうか。でもさ、これで全部集めたわけだし、クエストは終わりなんだよね。ああ、そのはずだが、それでいいんだよな。はい、そうなります。あなたたちに出会えてよかった。この世界にピクシーが存在したこと、これからも時々思い出してもらえると嬉しいです。ああ、もちろんだ。うん、ピクシーさんもお元気で。っていうのも変かもしれないけど、またね。はい、ありがとうございました。春雪くん、ちょっといいかな？はい先輩、何でしょう？時間が許すなら少し同行してもらえないだろうか？わかりました。どこに行くんですか？ただの気晴らしだよ。特に構える必要はない。ここに来てすぐに事件に巻き込まれ、慌ただしく過ごしてきたからな。少し二人でこの世界をゆっくり眺めてみないか？確かにいろいろありましたからね。了解です。もちろんお供します。美しい景色だね。そうですね。なんだかこの空の向こうまで、どこまでも飛んでいけそうです。ブレインバーストにも同じような場所はいくつかあるが、この世界にはかなわないかもしれないな。確かに、あっちは基本的に現実の地形を元にしてて、障害物も多いですからね。まさかブレインバーストの空がこのような場所につながっていたなんて思いもしなかったな。先輩、ん？どうした？ここに来る途中で思い出したんですけど、その二人でこうやって出かけるのって、デートのお誘いだったりしたんでしょうか？それはそうなるのかもしれないな。やった、僕嬉しいです。そうか、そう言ってくれると私も嬉しい。春雪くん、どうした？なんか紙切れが飛んできて。あれ、その紙切れに何か書いてあるのか？はい、風景の絵と見覚えのある刻印が。見覚えとは？僕、この刻印と似たような模様をしたアイテム3つ持ってます。何？ということはこの絵の場所が同類のアイテムと何か関係があると考えられるな。おそらくこの場所は ALO で異界と呼ばれるフィールドの煉獄ステージ。春雪くん、そこに行きたくてたまらないといった顔をしているよ。え、その
すみません。謝ることはない。私も面白そうだと思っていたところだ。デートコースには向かなそうだがね。先輩、デートがお預けになるのは少々残念だが、刻印の謎の究明と行こうじゃないか。は、はい、そうですね、ぜひお願いします。煉獄ステージ、あの絵の場所はここで間違いないようだな。はい、やっとたどり着いた。例の刻印とやらは基本的にこれまでモンスターからドロップしたんだったな。はい、しかもすごく強かったです。ダンジョンのボスクラスかと。この辺には見る限りそのようなモンスターはいないようだ。少し探索してみましょう。ここ先輩が入院してた病院ですよね。ああ、そうだな。この場所で煉獄ステージか。君と匠君の対戦を思い出すな。 ALO へのブレインバーストの侵食は単純にデータの流出によって起きた現象だと思っていたが、私たちの存在自体が侵食の媒体として影響を与えているとも考えられる。それってこの風景も我々の記憶から作られたもの。ここへやってきた私たちの記憶がこの ALO の侵食状態を作り上げているかもしれないということだ。そう考えるとこの病院の中で僕たちが行くべき場所は、ああ、あの場所だ。先輩の眠っていた部屋は確か、正確な位置は覚えていないが、あの時君は随分高い位置から落ちてきたようだったな。やベッドは空っぽですね。当たり前じゃないか、春雪くん。私はここにいるんだぞ。ですよね。でも本当に良かったです。あの一件は僕にとって最大の過ちです。大事な先輩を傷つけ、幼なじみたちも傷つけた。だから夢だとしてもここで寝ている先輩の姿はもう見たくなかったです。春雪くん、先輩、僕ちょっと後悔してたんです。せっかくデートだったのに、こんな場所の探索なんて先輩嫌じゃないかなって。でも勝手を承知で言わせてください、僕ここに来られてよかったです。あの時の辛さをまた思い出せたから。先輩を思う、絶対にあんな目には合わせないって思えたから。ああ、ありがとう。私はこんな場所だろうと、君と一緒なら何も問題なかったのだが、そう言ってもらえて私もここに来られてよかったと思えたよ。さあ探索の続きをしましょうか。そうだな、うん、あのベッドの隅に刻まれたマークは、あ、本当だ、地図に書いてあったのと同じやつですよ。ん？この叫びは刻印を見つけた途端にか。この部屋を探して正解だったようだな。行くぞ、春雪くん。はい。手に入るんでしょうか。うん、そう考えておいて間違いない。これでどうだ。なんだ、ダーバリー、これ
これでどうだ。なんだ。先にとどめを刺せるか。強行だよ。負けんぞ。いかないね。これでどうだ。よし、ボスを倒しましたね。ああ、無事に刻印アイテムも手に入れられたようだな。これも装備品だな。すでに4つ入手しているなら今後真実を知る機会もあるだろう。保管は任せるよ、春雪君。あ、はい。それにしても散々なデートになってしまったな。そうですね。でも僕、楽しかったですよ。私も同じさ。だがもっとこう普通のデートもしたいな。そうですよね。じゃあまたその日は改めてということで。うむ。ちゃんと僕から誘うので、先輩来てくれますか。ああ、もちろんだと思う。エスコートよろしく頼むよ。